75% まで来たか。あと 25% あんの？どこ？勝ち抜き、ボスバトル嫌な予感しかしないんですよ。このモード。あれですよね。間違いなくなんですけど、こちらのモードは、格闘王への道と同義だと思うんですよ。ということは今までのボスが全て襲ってくる中、少ない回復アイテムで攻略していかなければならない。まあ、真の実力は求められる。今までさ、なんだかんだでさ、適当にポイポイポイってやっとったら勝てましたけど、それが通用しないってことだよね。ちょっとね、今回はこれを一発勝負でやってみたいと思います。今まで培った、このロボボプラネットの実力をね、活かし、どこまでいけるかね。一発勝負で取っていきたいと思います。よろしくお願いします。おー！コピー能力こん中から好きなものを選べってことだ。で、カービィなんだね、操作するのは。今までメタナイトだったからな。言い訳するとさ、今までがさ、完全にメタナイトだったからさ、どうなるんだろう。これ何？あ、クラッシュ！一発しか使えない技とかあるじゃん。一発しか使えないじゃん、クラッシュとかだとね。確かに強いんだけど、一発しか使えないね、クラッシュだと。だから連射できた方がいい。ここはじゃあ、ボムかな。上にもなんかあるね。てか、上にもあんの？あ、コピー能力はこれで全部じゃないのか。じゃあ、ボムで、上に行って、あそこに行くと始まるんだね。おー。で、ランダムか。実機用車用だからな、ランダムってのは。ワイはね、全抜きしてやろうやないか。行くぜ！ビスピーボーグ。残り11体。ビスピーボック、ボーグか、まずは。あ、で、ちょっと休息地点みたいなあるんね。来たー！ビスボーグ！やばいなー。全然ビスピボーグのこと覚えてない。あー、痛い！やばい、ビスピボーグのことなんて覚えてない。ビスピーボーグのことなんて覚えてないぞ。やばい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 。でも何してくんだっけみたいな。危なーい。でもコピー能力のおかげでダメージ与えられそうだな。よしよしよし、半分いった。こっからこっからこっから。そっか、でも11体なんだね、ボスは。格闘への道やったら19体やったけどね。だから11体ってことはいけるかもしれん。昔ね、マキシムトマト縛りとかやったんすよ。マキシムトマト縛りとかもやったから、それを考えれば11体は少ないね。背後に回れ。飛んだ！大丈夫だ、大丈夫だ。ボム、ボム、ボム、あ、ボン！あとは回復アイテムがあるかどうかが気になるな。オッケー。ウィスピーボーグでも、あ、では、あと順番は多分、ウィスピーボーグからって感じだね。ランダムじゃないんだね。まあ、わかんないけど。次に、次にあいつが来たら、二面のボスが来たら確信犯だね。どうやって与えるんだっけ、これダメージ。やばいな、ボムが。どうやってダメージ与えるんだっけ、この状態。あ、降りてくんだっけ。危ない危ないでしょうが。おら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 、うぅ、おらおら、オッケー。ボム強し、ボムイコール強しだね、やっぱり。とりあえず、ビスピーボーグはいけるんだけど、次だな。あ、マキシムトマトあんじゃん。でもこのマキシムトマトが毎回あるかどうかはわかんないんだよな。
じゃあマキシマードを取っといて、下画面でいつでも使える感じだね。で、失ったコピー能力はランダムで取れる感じなんだね。なるほど。まあ、自分はボムで、ままでいいとは思うから、このまま行こうか。ホログラフ。ホログラフは、なんかいっぱい呼んでくるっていうイメージだな。連戦。クラッコ苦手なんだよな。でもボムがね、素直にこう遠距離攻撃ができるのは強いわ。オッケー。4連戦。ホログラフは、ホロ系統の4連戦、ダブルドーパー、ここは。で、今回やっぱ順番なんだね、ボムは。ボスは順番で来るんだね。だから、格闘技の道にみたいに、不意に来ることはないのか。オッケー、1体倒した、2体倒した、オーケー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 、大丈夫だ、大丈夫だ。うまい、うまい、うまい、うまいよ。コピー能力を失わないようにしないとね。コピー能力失っちゃうと、致命傷だから、飛ぶ。あ、やばい、ジャンプするか、危ない。はい、オッケー。オッケー、オッケー、いいよ。この辺りではつまずいていられない。いつ回復アイテムが来るかもわかんない。さ、ここからやな。こいつも強いんだよな。ガラーガも。ガラーガはね、苦手な部類だな、むしろ。ただ、メタライトの時より、動きは遅くなってるはずなんだよね。飛ぶ!これは落ち着いて回避することに専念しよう。なんか時間下にあるな。やっぱタイムアタック的な要素もあるんだろうな。でも今回はまずは突破優先でいきます。そもそも突破できるかとかも怪しいところだからね。ガードで、あーガードでも結構食らうな。これはゴリ押そう。もうガラがゴリ押せる。オッケー。あとはもう暴れ回るあいつを抑えるだけ。ホログラフ全部壊れたんで、あとはもう、あとはもう、こいつはやけになるんで。やけクソなんで、こいつ。はははは、自分から足りに行っちゃったよ。自分から足りに行っちゃうぐらいやけクソになるからな、ホログラフ。よしよしよし。あー、秘書数字。回復アイテムさー、マキシムド、サクランボか、渋いなでも、使っといていいか。使っちゃおうか。サクランボストックしよう。まあ、ちょっともったいない気はするけどな。海外でもあるだけありがたいか。スージー秘書スージー来たか、スージーロボ。はい。でも、ボスはメタナイトで逆にやってきてると言えばやってきてるから、ボスそのものは、遠距離攻撃ができる。オーケー!結構早めに中間行ったね。こっからこっから。こっからこっから。まだまだ3面か、てか。てか11体もいたっけ?ボス。まさかさ、星の夢出てこないよな。いや、まさかと思うけど、まあ、まさか星の夢が出てきたりしないよな。まさか星の夢が出てきたりしないよな。まさか星の夢が出てきたりしないよな。まさかね。11体もボスいたっけ?俺覚えてないんだけど、11体も。え、食らったの?今の。数字の場所がつかめない。あー、これ回ってくんな。で、回避して、当たらねえな。先読みしていくしかねえかも。オッケー。まだだね。まだこっからこっから。で、こいつは今から向こうとか駆使しながら移動して、穴のあたりを駆使して移動してくる。衝撃が飛んでくるぞ。スージーはね、やってある。スージーはもうだいぶロケハン済みだから大丈夫だ。
はい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 、次で終わせる、次で終わらせたい。うわっ、どうする、何で来る、危ねえ。はい、オリー、オッケー。動きはメタナイトの時よりドンチョウになってるからね。よし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 、中ボスオールスターズ中ボスオールスターズか、なるほど、11体ってそうなるのねじゃあ行きましょう。さあ、ここでね、現れたのは3面のボスじゃなく、ザンキブルそういうことか。中ボスオールスターズってそういうことか。ボンカースとかね、そういう系が来るってことな。オッケー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 。用はない。ボムのまま戦わせてもらう。だから、ボムを失った後が怖いね、こう考えると。さあ、次だ。ブロッキーね。はい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 。君もよく見たよ。オールスターズ1位。3体ぐらいかなってことは。オッケー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 。ボムが強い。で、ボンカースかな。キングスツーか。君お世話になったよ。無敵キャンディーで。無敵キャンディーでね、貫通した覚えしかないわ。はい、オッケー。よいしょ。はい、オッケー。スマートに突破していこう。アドゥビアかー。ズビアは苦手な部類だな、明らかに。ズビアはね、苦手だね。落ち着いて、上に投げていく。落ち着いて、上に投げていく。オッケー。どうだ？あ、これで終わりか。メタナイト防具。そうだね。まあ、来るとは思ったけど。まあ、でもノーダメージでいけたね。なんだかんだで。サクランボあるのはありがたい。さあ、メタネット防具。強いぞ。気をつけろ。遠距離攻撃も使ってくるからな、なんだかんだで。メタナイトの技をそのまま使ってくる。ミサイル。で、ガードはあんましない方がいい。ガードすると、端っこガードは一番危ないから、そこだけ気をつけないと。いいよ、いい感じにボム当てれてるよ。痛いなぁ、これ。ぐっ。はい、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 はクローンじゃないんだなぁ。いつぞやではクローンでお世話になったよ。ジャンプに気をつけて、不意の。不意のジャンプに気をつけないと。おぉ、危ない。撃ってくるぞ。オッケー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 。撃ってくるぞ、これも。オッケー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 。伊達にね、スパデラやってませんよ。格闘への道、伊達にやってません。こちらも。負ける気はないぞ。俺もそんな簡単に。よし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 。ここはかわして。で、ドーン、ドーン、ドーン。ボム、ボム、ボム。フッ！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 はい、はい、オッケー。スパッといったね、ここも。割と簡単に突破してんのはでかい。クローンで出てか。お、ここでマキシムトマト獲得、でかい。マキシムトマト獲得できるんでかいな。いや、クローンでね、苦戦したぞ、結構。よし。いや、こいつ3体に分裂するんだよな。2形態あるし。吸い込みからは離れていくんだよなぁ。危ねぇ。初めのうちはいいんだよ。
デデデの動きが単調だから。で、こっから分裂すんのがまずい。3体分裂すんのが本当にきつい。早めに倒したい。よし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 。何度も復活してくる。あとジャンプしてくるからな、こいつら。いってー！くそ！ボン！ジャンプしてくるからな。これね、マジで収集つかん。3体いっぺんに処理するのは無理がある。ゴリ寄せ、ゴリ寄せ。ジャンプするか？大丈夫か？うわー、うわー、うわー、うわ、助けて、助けて。危ねえ。うわー、オッケー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 、まだ来るか、まだ3体来るのか。オッケー、あー、オッケー。こっからだ、マシン乗るやつね。よしよし、マシンね。こっから D3 砲、とりあえずボムが強いのはよくわかった。撃ってくるぞ。まあ、マキシムトマトもあるし、ある程度悠長に構えてもいい。ただ、先々のこと考えるんやったらな。レーザーだね。行動をある程度ね、把握してれば、怖い相手じゃない。オッケー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 。とりあえず、これは返しとくぜ。演習回って、演習回って、演習回って、演習回って。炎だね。回ってくるかな？その炎は回ってくるタイプだね。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。オッケー、終わった！早い！早いなぁ。思いのほか楽だなぁ。多分、メタナイトの時の方が強かったんかもしれん。だからカービィでも結構楽に戦えるね。で。ちょっと待って。ムギュアキッチって書いてあるべや。これ嫌な予感しかしないね、ムギュアは。ちょっと待って、ムギュアキッチって嫌な予感しかしないんだけど。こうして、こうだね。ムギュアキッチ？これ、シューティング入りますよね。ちょっと苦手なんだって。シューティングじゃねえかよ。麦わきっち、シューティングの方が得意とは言ったけど、シューティングさ、おめえの場合は話が別なんだよ。とりあえずアンチを作りたい、どっかで。オッケー、アンチ作った。確かにアクションより俺はシューティングの方ができるんだけど、お前はね、別格なんだよ、いろいろと。二連勝を思い出させるんだよな、本当に。うんから始まる言葉なんてしやがってよ。しかもこれジェット固定じゃない？後々のボスが。とりあえず、一体一体倒していってアンチを作っていく。それが基本手法。あとは急に来るこういうレーザーに対応しないといけない。オッケー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 。初見の時はびっくりしたけどね。シューティングは割と得意な。割とできる、俺はシューティングは。シューティングは割とできるなら大丈夫だ。メタナイトの時にね、ムギは来なかったからね、というか。オッケー、終わり。ノーダメージです。ありがとうございまーす。